はいどうも、おもむきゼロの京都人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日もフットボールマネージャー2022シャルケでブンデスリーが優勝を目指すやっていきたいと思います。で、今日なんですけど今日は後半戦ね、移籍期間も終了したということで、残り試合数が少なくなってきたんですけれども、今日も5試合やっていきたいなと思っております。まずはホームでライプツヒ戦、そしてアウェーホッヘンハイム戦、で、ホームフランクフルト戦、アウェーバイエルンミュンヘン戦、アウクスブルク戦、この5試合をやっていきたいなと思っております。まあ前回ね見てもらったら分かる通り4勝1敗とねかなり好調をキープしたシャルケ、まあブンデスリーガも5位でフィニッシュしているっていうことで、まあこの調子でいけば EL 圏内そして CL 圏内も狙える位置に入ってきてるっていう状況でもあるから、好調をキープしてそこの位置をねキープもしくはそれ以上の順位をね狙っていきたいなと思っております。ただ今回は強豪ライプツヒとかバイエルンミュンヘンと戦うということで、上位陣同士の直接対決っていうことにもなってるから、そこら辺はかなり注目すべき点かなと思ってるし、前回の移籍期間でねライプツヒはポールセン選手が出ていったものの大きい補強をしてきたっていうこともあるし、どういう選手でねやってくるのかっていうところにも注目かなと思っております。でまあね、前回ユーンを忘れてたんですけれども、ここ前回パートのボルシアメンヘングラッドバッハ戦からカリウス選手じゃなくてフェーマン選手がゴールキーパーとして復帰してきたんよ。フェーマン選手怪我はしてたんやけれども、怪我自体はねここの1月8日くらいで終わってて、ここからセカンドチームでコンディションをどんどん上げていっててベンチ入りさせていたっていう状況の中で、ここのヘルタベルリン戦終わりでカリウス選手がインフルエンザにかかったんよね。そこからまあチャンスがまた巡ってきて今3試合プレーしてもらったんやけれども、まあまあまあさすがフェーマン選手やなっていう感じのねプレーを見せてくれてたし、ボルシアメンヘングラッドバッハ戦に関しては負けはしたものの好セーブを連発してたっていうこともあるから、今回もねフェーマン選手を中心に使っていきたいなと思ったりもしております。というわけでまあゴールキーパー争いっていうところも熾烈になってきてるこのシャルケ、今回はどんな試合を見せてくれるのか注目して見ていきたいなと思います。じゃあ早速5試合見ていってください。どうぞ。ブンデスリーガー第24節シャルケ VS ライプツヒのハイライトです。ここで上位陣同士の直接対決、3位ライプツヒと5位シャルケの対決ということで CL 圏内を争う試合ともなっており、今からどのような結果になるのか注目が集まります。前半13分、ライプツヒは右サイドからモルタンがロングフィード、これがエンクンクに渡ってシュートを決まった。先制したのはアウェーのライプツヒ、中盤から抜け出したエンクンクがしっかりとワントラップシュートを決め切って1対0とします。前半31分、ライプツヒはアンドレシルバが前でボールを受けるとマイナスのパスでホルスベリが受けて横パスモルタンシュートを決まった。ここでリードを広げたのはライプツヒ、見事なショートカウンターから最後は右ウィングのモルタンが衛星に決め切って2対0リードを奪います。後半3分、ライプツヒは左サイドからボールを細かく動かしていきホルスベリが持ち込みアンジェリーノに渡って中へのパスにアンドレシルバー決まった。後半の立ち上がり早々にライプツヒが人数をかけてパスを回していき、最後はフォワードのアンドレシルバがゴールネットを揺らして3対0安全圏まで差を広げます。後半23分、シャルケはコーナーキックウーワイアンのクロスボールにテロッデのヘッドを決まった。セットプレーから打点の高いヘディングシュートをテロッデが決めて3対1点差を縮めます。そして試合終了、終盤戦での上位陣直接対決を制したのはライプツヒ、調子を上げていたシャルケを相手に3対1と力の差を見せつけてアウェーで勝ち点3を獲得しています。続いてシャルケはブンデスリーガ第25節でホッヘンハイムと対戦。前半戦は最下位に沈んでいたホッヘンハイムですが、後半戦でチームを立て直し現在13位、調子の上がってきている相手のフォームにシャルケが乗り込んできました。前半35分、ホッヘンハイムは左サイドからサマッセクが浮き球でガクポに通してダイレクトでクロスボール、これをラーセンがシュートを決まった。先制したのはホッヘンハイム、サイドからの見事な崩し、キーパーとディフェンスの間に入ったボールをラーセンが合わせて1対0とします。後半23分、シャルケは相手のバイタルエリア中央でパスを回していき右サイドへとフィード、パルションのクロスボールにマトンドが押し込んだ。こちらも見事な崩し、右サイドからパルションがダイレクトクロス、これを中で待っていたのはマトンド、しっかり合わせて1対1試合を振り出しに戻します。後半43分、ホッヘンハイムは右サイドから攻撃を仕掛けていくと前線にパスを通してガクポがサイドに流れてからクロスボール、これをラーセンがシュートを決まった。なんとこの終了間際の時間帯にホッヘンハイムが勝ち越し、ガクポからラーセン、このホットラインから今日2点目リードを奪います。そして試合終了、終盤に試合を決めたのはホッヘンハイム、ラーセンの2ゴールの活躍があり2対1でホッヘンハイムの勝利、シャルケは痛い連敗ということになりました。
ブンデスリーガー第26節、シャルケ VS フランクフルトのハイライトです。ライプツヒとホッフェンハイムに連敗を喫したシャルケはホームに帰ってきてフランクフルトと対戦。3連敗を阻止するためにも勝利が欲しいところどうでしょうか。前半2分、シャルケコーナーキックのチャンス、サラサールのクロスボールにカバクのヘッドを決まった。セットプレーからセンターバックのカバクがネットを揺らして1対0、先制に成功します。前半3分、シャルケは右サイドのランフトルがドリブルで運んでいき、マトンドに預けてクロスボール、これはアリのヘッド、決まった。なんと試合開始3分で2ゴール、今度は右サイドから個人技で崩していって最後はアミーノアリ、2対0とリードを広げます。前半23分、フランクフルトはウナスのコーナーキックからのボールを合わせたトゥタのヘッドを決まった。セットプレーからゴールを決めたのはトゥタ。ファーサイドに構えてしっかりとネットを揺らし2対1とします。前半25分、シャルケは中盤でテンポよくパスを回していき、相手を揺さぶると右サイドに展開。ランフトルがフリーで受けて持ち込み、クロスボールにユンカーシュートを決まった。中でしっかりとためを作って右サイドを上げさせる見事なプレー。そして最後はニアサイドで合わせていったユンカーが決めて3対1リードを広げます。後半37分、シャルケは左サイドのチャルハノールから中央の選手と巧みにパスを回していき、相手エリアに運び、チャルハノールにもう一度渡ってスルーパス抜け出したキャンがキーパーかわしてシュートを決まった。途中出場のキャンが五分五分のボールを自分のものにして、最後は冷静に無人のゴールへと流し込んで4対1、嬉しい初ゴールを決めます。そして試合終了。連敗で迎えたフランクフルト戦でしたが、結果はシャルケが4対1で圧勝。前半で試合を決め切って、後半は途中から入ったキャンの活躍もあり、シャルケが勝ち点3を獲得しています。ブンデスリーガー第27節、シャルケ VS バイエルンミュンヘンのハイライトです。前回対戦はバイエルンのホームで互角の戦いを見せたシャルケが勝ち点1ずつを分け合いましたが、この終盤での試合どのような結果となるでしょうか。前半3分、シャルケフェーマンからのクリアボールをバクがカットし、ミュラーに渡ってスルーパス抜け出してレバンドフスキーのシュートを決まった。バイエルンのショートカウンターが炸裂、素早い速攻でスルーパス、最後はエースレバンドフスキーがループ気味のゴールを決めて1対0とします。前半28分、バイエルンは左サイドのムジアラがボールを受けて横パス、ミュラーに渡ってさらに横、キミッヒが受けてミドルシュート決まった。ここでバイエルンが追加点、キミッヒの低弾道の強烈なミドルシュートが決まって2対0リードを広げます。前半31分、バイエルンは中盤から左サイドへとパスを展開させていくと、アルフォンソがフリーで受けてグラウンダーのクロスにサビツァーのシュート決まった。左サイドのアルフォンソからのクロスボール、最後はサビツァーがスライディングで押し込んで3対0、リードを広げます。後半33分、バイエルンは中盤のゴレツカからのパスをグラフェンベルクが受けたところでパルションがスライディング、これにはたまらずホイッスル、そしてレッドカード、パルション退場となります。後半44分、バイエルンは右サイドのキミッヒがドリブルで運んでいくと角度を変えてスルーパス、これをサネが受けて反転クロスにゴレツカのヘッド、決まった。なんとこれで4対0、右サイドから起点を作って最後はゴレツカが打点の高いヘッドでしっかりと決め切って試合を決定づけます。そして試合終了。ブンデスリーガでドルトムントとの優勝争いを繰り広げているバイエルンがシャルケに対して4対0と圧勝。シャルケは厳しい後半戦となっています。このパートをラストの試合はブンデスリーガ第28節、シャルケ VS アウクスブルクのハイライトです。上位陣との連戦でここ最近黒星が多くなってきているシャルケ、調子を取り戻すためにもこのアウクスブルク戦で勝利が欲しいところどうでしょうか。前半29分、アウクスブルクは左サイドのイアゴがボールを持つとカットインしつつマイナスのパス、ニルソンが受けてシュート、ここは枠の上。後半44分、シャルケは中央からパスを回していき右サイドに展開していくとマトンドが受けてスルーパス抜けたサラサールのシュート、これはキーパーセーブ。そして試合終了。両クラブ決定機は作ったもののゴールを割ることができずにスコアレスドロー。シャルケは直近の5試合で1勝1分け3敗、苦しい展開となっています。はい、というわけで、まあ、今回も5試合やっていったんですけれども、今回はちょっとね苦しいパートやったね。結構強いチームとかあんまり負けたくないチームとかとの対戦が多かったんやけれども、なんと1勝1分け3敗ということでだいぶ負け越した。ちょっと前回のねパートくらいがかなり好調で、ブンデスリーガも勢いそのままにいけるんじゃないかなと思っていた中でのこれやったんで、楽には勝たせてくれへんなっていう感じだったね。まあ、強豪
上位に位置しているライプツヒに3対1で敗戦。ここ最近調子を上げてきていたホッフェンハイムに2対1。まあ、この試合もね、先制されて追いついたものの後半のロスタイムにゴールを決められるっていうかなり苦しい展開やったし、ここのフランクフルト戦に関しては4対1と圧勝したんやけれども、バイエルンミュンヘン戦で4対0の完敗。さらにはパルション選手が退場してたり、まあ、ランフトル選手ね、怪我してるんやけれども、まあ、これね、2週間くらいの怪我やったんで、多分シュツットガルト戦には出られるんじゃないかなっていう感じの怪我。まあ、無理やったらちょっと、ウニオンベルリン戦までお預けって感じにはなりそうやね。でも、完璧にね、レバンドフスキー選手とか、キミヒ選手、サビッツァー選手、ゴレツカ選手とね、まあ、ワールドクラスの選手たちに、ポン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 とゴール決められちゃったね。で、ホームでアウクスブルク戦。ここに関してはね、正直勝ちたかったんやけれども、0対0のスコアレスドローっていう感じで終わってしまいました。というわけで、まあ、1勝しかできなかった5試合で順位がどれだけ入れ替わったのか、少し見ていきたいなと思います。順位表こんな感じとなっておりますと。はい、順位表こんな感じで、なんと、ボルシア・ドルトムントが1位から2位に転落、バイエルン・ミュンヘンが1位に踊り出たっていう感じになったね。で、3位がライプツヒ、そして4位にボルシア・メンヘン・グラッドバッハ。で、シャルケはね、5位にいたんやけれども、一つ順位を落として6位でフィニッシュしてますね。まあ、運が良かったのが、7位以下っていうところ。ここら辺も同じように、負けたり引き分けが続いてたりっていうことで、そこまで順位が変わらへんかった。ただ、ここのね、4位との差が勝ち点1とかやったんやけれども、シャルケが勝ち点差6開いたっていう感じやね。で、ボルフスブルクとはね、元からそこまで勝ち点離れてなかったけれども、3か4くらいは離れてたんやけれども、ここで抜かれたっていう感じになったし、なんか途中からね、7位のところにも緑のマークがついて、もしかしたら7位でも EL 圏内プレイオフで回れるんじゃないかなっていう可能性が出てきたので、とりあえず EL 圏内をキープはしていきたいなっていうのが今後の目標かな。どっちかの国際大会には出たいよね。ただその EL を死守するためにはレバークーゼンとかシュツットガルト、そしてフランクフルトといったね、こういうチームからの圧を受け続けるっていうわけにはなるので、そこら辺にも残り8試合どうなっていくのかっていうところを見ていきたいなと思っております。残り6試合やね、ごめんなさい。で、一応ね、バイエルンとドルトムントがもう7位以上確定したということで、 EL の出場圏内は確定してるっていう感じやね。で、降格候補はね、まさかのハイデンハイム、ウェルダーブレーメンが落ちていって、前半戦はね、降格圏から出ていたようなチームが17位18位まで落ちてきてるんで、まあ、ホッフェンハイムさすがやなっていう感じだし、アルメニア・ビーレフェルトとかね、苦戦してたチームも下位やけれども上の方に上がってきてるっていう感じやね。というわけで、まあ、次のパートについて話していきたいなと思うんですけれども、次が残り6試合なんですよね。次のパートは4試合だけやろうかなと思っております。4試合シュツットガルトからボルシア・ドルトムントまでをやって、その次のパートでアウェイとホームがあるんやけれども、このアウェイとホームが終わった後にゆっくりとね、このシーズンのゴールランキングとかアシストランキングで、まあ、順位表で CL、EL どういうクラブが出ていくのかっていうところを見ていけたりしたらなと思っております。なので、次の回は4試合シュツットガルト戦からドルトムント戦までをお届けしたいなと思います。とりあえず今回はね、かなり苦戦したパートにはなったので、勢いを取り戻すためにも勝利を積み重ねていきたいし、 EL、CL 目指してね、頑張っていきたいなと思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。